今日は、八曽山の方に登ります。犬山市です。今亀割の駐車場に止めてます。ここからスタートです。はい、今亀割駐車場にいます。そこから、玄東方に行って、東屋のとこ、それからヘリコプターの、はい、駐車場、あ、その前に岩見山パノラマ展望台、八曽滝、そして、八曽山の方に行こうと思います。はい、駐車場があって、今車で来た道の方に、一旦歩いて戻ってみます。右には水がない、亀割池があって、メタセコイアが綺麗ですね。で、こちら八曽マス釣り場方面に、行きます。犬山キャンプ場方面にもなります。後ろまっすぐ行けば行けるってことですね。はい、この管理棟の間を歩いていきます。はい、このキャンプ場の中を歩いていくと、登山道になります。はい、改めまして、直爺です。今日は亀割の駐車場から、最後八曽山を目指して登ろうと思っております。最初に入る入り口がちょっと分からなかったんですが、犬山キャンプ場の中を通って来れば来れるということが分かりました。では行ってきます。はい、ではここから登山道ですね。いや、自然感が半端ないですね。とってもいいとこです。塗装だね、気をつけて。動く動く。はい、塗装を乗り切り、次の橋に向かってます。サスペンスですね。いや、楽しい登山道です。はい、また橋を渡ります。何回も何回も橋を渡ってます。はい、玄東道着きました。ここから、
登っていきます。すぐかと思いますので行ってきます。いや結構スリリングですね。いやー面白いですね。滑らないようにね。到着です。暗いです。鍾乳洞のように、水が流れてます。はい、帰り道も急登ですのでゆっくりゆっくり戻りましょう。では岩見山目指して歩いていきます。はい、しばらく川沿いを歩いていきます。快適です。はい、案内板が出てきました。岩見山の方へ向かっていきます。この木段を登っていきます。ここで右と左に分かれますが、右の方から行ってみます。はい、ずっと木段を登っていきます。はい、木段に、木が倒れてました。はい、またいで OK です。はい、木段が終わりました。なだらかに登っていく落ち葉の道になります。はい、ちょっと細い道ですけどね、歩きやすいですよ。はい、空が近くなってきました。はい、登ったらここから岩場を行くことになります。はい、岩場を登ったら最高の眺望が待ってました。最高の景色をご覧あれ。はい、この眺望のいい岩場でたっぷり休憩したので
再び石見山の方に歩いていこうと思います。最初は下りです。尾根歩きになります。風が通ってちょっと寒いです。はい、石見山山頂到着です。やりました。はい、石見山山頂には駐車場からだいたい1時間30分ぐらいで到着しました。では次はヘリポートに向かいます。この八曽山のハイキングコースもいいですね。川沿いも歩け、360度パノラマの眺望も見れて、ヘリポートもあり、そして八曽山、石見山と2つの山も行けて最高です。はい、この辺とっても歩きやすい登山道になってます。口笛を吹きながらでも歩けちゃいますよ。はい、雲木です。はい、では、向かいます。はい、尾根歩きです。快適です。はい、林道に出ました。水玉のリボンもあります。この林道を右に行きます。ヘリポートと竹に行きます。はい、林道を歩きますと、はい、ここにヘリコプターの離着陸場があると書いてあります。それでは向かいます。はい、砂利道からアスファルトの道に変わりました。はい、途中階段がありました。早道で行きます。はい、到着です。ヘリコプター離着場に到着です。ここには素敵な吾妻屋があります。ここで休憩をします。はい、見てください。とても素敵な吾妻屋です。ただ遮るものがないから風がビュービューです。はい、八曽山ヘリコプターの離着場でティータイムです。今日の12月クリスマスバージョンのコップでコーヒーをいただきますよ。美味しいんです。そして北海道の親戚の方からいただいた六花亭のこの桃とせ、一遍食べてみてください。美味しいです。そして定番のバターレーズンサンドです。いただきます。いただきます。綺麗ですね。日に当たって山桃道が最高です。ハッソハッソハッソ温度、ハッソハッソハッソ温度、山名物八曽山、みんなで登って八曽山、ほい。
リコプターの、着陸場を後にして八曽の滝を見に行きます。サザンカが綺麗に咲いてます。はい、分岐まで戻ってきました。ではこれを、右に行きます。はい、はい、ヘリコプターの、離着陸場から、近くです。はい、八曽の滝の案内板が出てきました。 250m 歩いていきます。はい、滝を見に行きますので、どんどん下っていきます。滝を見るためにどんどん下っています。ということは戻るのにはまた登らなければいけません。大変です。はい、展望台八曽滝の方もうすぐ着きますね。では黒ひげ前山、八曽山の方に、向かいます。はい、降りた分だけ登らなければいけません。火が通れてましたが、ひよみちゃんはひょいっと避けていきましたね。この辺は道が細くなります。はい、案内板あります。はい、では八曽黒平山方面に向かいます。はい、まっすぐは木で止めてますね。ではこの右へ行きます。はい、本格的な登山道ですね。もう汗がタラタラ、頑張って登ってます。はい、空が高く近く、空が近くなってきました。どうぞ、眺望を見てください。はい、あとは八曽山登るだけになりました。頑張っていきます。はい、案内板が出てきました。私たちは山頂の方に向かいます。よいしょ。はい、はい、こっちです。ああ、本当だ。はい、八曽山 326.9m 到着です。やりました。はい、八曽山からの眺望です。では名残惜しいのですが下山していきます。石段を降りていきます。
では山の神方面に向かって歩いていきます。この辺シダが腰の高さまであります。はい、案内板です。私たちは山の神方面に向かいます。ずっとこの細い道なんですが歩きやすいですよ。この道ずっと降りていきます。はい、橋を渡っていきます。では2番の亀有駐車場方面に行きます。ここは分岐がたくさんありますのでね、お気をつけください。ここ降りると19番とあります。はい、行きます。はい、はい、ねえ、はい、沢沿いの道になりました。いやー、気持ちがいいですね。はい、はい、案内板が所々にあって親切です。2番に向かって行きます。先ほどの案内板からは上りに変わりました。ちょっと山の神見に行こうと思います。この分岐を、右に行きます。はい、山の神様に到着です。山の神を降りたら林道になります。亀有駐車場まで 1.1 キロとあります。じゃあそちら歩いていきます。はい、駐車場まで戻ってきました。今日は4時間20分遊ばせていただきました。楽しかったです。はい、今日は八山岩見山経由でハイキングに行きました。滝あり沢あり楽しかったです。パノラマ的な眺望がすっごい素敵でした。皆さんもぜひお越しください。それではまたね。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.